あったっしょ、これでしょ。はい、行きましょう。和室？投稿者の20代男性が自主映画仲間とロケハンで訪れたとあるハイホテルで撮影されたという映像。ラブホでしょ、ここ。この映像に映ってはならないものが紛れ込んでしまったというのだが、他のマイちゃんのシーン使いませんか。マイちゃんのシーン、そこのカーテンから来る。いい、ナイスアイデア。それ行きますよ。へい、どんどん行こう。なんか意外と新しいね。ね、綺麗ですよね。綺麗綺麗。よし、奥って大体一緒かな。うわ、洗濯物なんじゃん。え洗濯物干してあんじゃん。お茶ありますよ。あ、ほんとだ。え、なんか綺麗だ。お茶、新しいな。先輩飲みます。誰か住んでんじゃん。マジで。うん、どうする、来たら。いや、怖いやな、それ怖いとかじゃなくて。怖い怖い怖い。次、お分かりいただけただろうか。荒廃したホテル内の何者かの生活痕が残る客室に入る投稿者たち。カメラがロープに干してある衣類の方向を映した時、そこにかけられている赤い服の襟と袖口から髪の長い女とおぼしき頭部と腕が垂れ下がっているように見える。なんか綺麗だ。お茶、新しいな。先輩飲みます。誰か住んでんじゃん。マジで。うん、どうする、来たら。いや、怖いやな、それ怖いとかじゃなくて。怖い怖い怖い。行きましょう。投稿者によると、このハイホテルの近くでは過去に浮浪者の女の行き倒れしたと思われる遺体が発見されているという。亡くなった浮浪者の女であり、死後もこの場所に魂が留まり続けているとでも言うのだろうか。